コロナ禍で先生たちのさまざまなサポートが励みになったと彼女は言う。そんな環境でも大学生活の中でできることに全力で取り組もうと決めた。3年生から本格的に始まった研究室では、がん治療の副作用軽減と再発予防に関する研究に没頭すると同時に、女子バレー部に所属し大学生活を大いに満喫している。まだわからないことだらけですが、院生の方たちも優しく指導していただけるし、研究の毎日ですが楽しくやってますよ。将来は再生医療に興味を持っていて、臨床培養士認定資格の取得を目標にしています。命に関わる仕事をし、人の役に立つ仕事をしたいという彼女。何事も一生懸命に取り組む彼女だからこそ、今できることに全力を注ぎたいと、未来へ向けて着実にその歩みを進めている。